ファクンド・バグニスはアルゼンチン・ド・サリオ出身のプロテニス選手。ATP ツアーではダブルスで1勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス55位、ダブルス78位。左利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。ATP ワールドツアー初出場は2011年1月のチリオープンであり、1回戦でコロンビアのサンティアゴ・ヒラルドに敗れた。 2012年のアルゼンチンオープンでは1回戦でアルゼンチンのレオナルド・マイエルに勝利し ATP ワールドツアー初勝利を挙げた2014年全仏オープンでは予選から勝ち上がり1回戦でフランスのジュリアン・ベネトウに勝利した第1セットを6から1第2セットを6から2で練習した後第3セットを1から6 第4セットを3から6で練習され、最終セットは18から16という熱戦だった。これが4大大会での1回戦初勝利だった。2回戦では、第18シードのエルネスツマルビスに敗れた。2014年の南アメリカ競技、大会男子シングルスは、第1シードとして出場し、決勝で同胞のギドアンドレオッシに勝利して、優勝した。アンドレオシと組んだ男子ダブルスは、 1> 第1シードとして出場し、決勝でコロンビアのペアに勝利して優勝した。2015年のパンアメリカン競技、大会男子シングルスは第1シードとして出場し、決勝でコロンビアのニコラス・バリエントスに勝利して優勝した。アンドレオシと組んだ男子ダブルスは第1シードとして出場し、決勝でチリのペアに敗れて準優勝だった。 2016年全仏オープンでは1回戦でフランスのケニー・デシェパーに勝利したが2回戦でスペインのラファエル・ナダルに敗れた。ありがとうございます。